じゃないんですけど、韓国では、僕の名前を皆さんと今日会ったから広めてください。よろしくお願いします。자선생님이보시죠선생님이조금자기자랑을좀해주자면은2016년에이구적연도세계대회라는게있어요세계대회에서유럽에있는각종그런기관들과다해서2위를하셨습니다그래서유럽에서는굉장히유명하게이렇게알려져있는데일본에서는아직까지구조견이라는게그렇게크게이미지가이렇게큰가족회의를이라이때견슈를選んだならば今度はその子犬を家族として自分の家庭に招き入れる時の時期っていうのが大事で一番まずいって僕が思ってるのは例えば皆さんが特に女性の方ね、お母さんとかと夕方食事の買い物に出て、ショッピングセンターに行ったんだけど、そこにペットショップがあったので、ついこうペットショップに寄って立ち寄ってね、こううるうるした可愛らしい顔の、ポメラニアとか、マルチーズとかですね、パピオンとかね、そういうようなこう連れて帰って、私を連れて帰ってっていう顔して見てね、それを衝動買いしてしまうっていうと。大変な日がその夜から始まります。